はい皆さんこんにちはレクセ講師の赤木です、えー、それでは令和5年の予備試験の分析会商法と民訴法をですね、えー、これをまあこれから1時間ほどでねやっていこうかなとは思いますまあ一応分析会というねテーマではありますけれどもまあもし僕が現場で、えー、辿ったとしたらどんな思考を辿ったかというねそういうところのご紹介とまああとはねこの辺りが合格ぐらいになってくるかなというかねまあ一応の水準から良好ですねこの辺をどういうところでまあ線分け線引きされてくるかなとまあいうあたりをね中心にお話をできたらなというふうに思っておりますはい一応商法に ですよ、民事訴訟法にせよ、どちらも、ま、民事系というね、こういう科目ですので、まあ、当事者がどういう主張するかとかね、そういったところは、ま、あ考える、必ずね、考えなきゃいけないところにはなってきますが、まあ、一応その主張、当事者の主張とその根拠ですね、このあたりをしっかりとね、考えるようにしていければいいかなと思います。まあ、とりわけ、商法に関してはね、どうしても論点主義で言ってしまうね、そういう方が多いんですが、まずは当事者の主張ね、それと条文の基礎付け、このあたりがね、しっかりとできてないと点に結びつかないぞというところでね、必ず当事者の主張に紐付けするというね、この意識をしっかりと持っておいてください。 はい。えー、一応、商法のところですね。えー、問題見ていきますと、まずは配点が特に書いてませんでしたね。で、これで、えー、質問1、質問2。まあ、一応、基本的には半々という配点という思ってね、時間配分もそういうふうにしていただくのがいいかなと思います。はい。質問1見ていきますと、おつしゃ、えー、決議取り消しの訴えを適法に提起と、適法提起なんで訴訟要件書かないでくださいね。で、その上で、この訴に関して、決議効力からそうための、おつしゃの立場で考えられる主張とその逃避まあ、そういうことで、まずは原告側で考えられる、今回訴訟要件は省かれてますんで、法案要件だけ ですねそれプラス、あと、頭皮もありますので、ここはできたら裁量規格の問題ですね、この辺はまあたりを考えるのかなということで、まあ、この問題見ただけで、ある程度、構成がもう決まるね、そういう感じではありますね。この問いの1、見るからに、831条1項の1号から3号に関する本案の主張、まあ、軽く示していって、その頭皮で、プラス、 2項ですねで、えー、この辺りの流れで書いていくなということはもう一目瞭然ですので、あとは丁寧に、まあ、一応書いていく。とりわけ丁寧に書いていくときに忘れちゃいけないのは、その歌詞の問題。これは当事者の不満。これを手がかりにするというね。 これはまあいろんな解説講義なんかで私が言ってるところにはなってくるんですけれども、当事者の主張ですね、不満、これを拾い漏れしないようにね、1個でも拾い漏れするとあかんですし、その不満をちゃんと1号から3号の文言に紐付けですね、このあたりがまあ十分できたかどうかというところは最低限のラインで超えたかどうかのまあ試金石になってくるんじゃないかなとは思われます。はい。続けて問いの2を見ると、8から9の事実を知った例が、お通社を代表して本県株式の無効の訴えを適法に提起というふうに書いてますんで、これも 募集株式の発行無効ではないかという疑いがもう即 つくところではありますので、えー、募集株式発行の訴えですね、えー、向こうの訴えについての、まあ、一応主張であると。で、このおすしゃの立場で考えられる主張とその答弁について論じなさい。で、えー、6の決議の効力の主張は論じなくていいということで、まあ、もっぱらですね、えー、この向こうの訴えの本案要件、これも適法に定義ですので、本案要件だけということになりますね。なので、訴訟要件書かないようにね、えー、この適法に定義という問題ですので、もう本案要件1本に絞って、ちょっと熱く書くというところが必要になるでしょう。で、ここの8人 の1行2号ですねここについても法案要件は書いてないですけれども解釈として重大な法令定款違反に限定しますよね。 そこのところはまずはしっかりとね、えー、書き出してください、えー。とりあえず、答案のスタートですね、えー。向こうの訴えについては法案自由。これは書いてないけれども、法的安定性確保の検知から重大な法令定案に限定するというね、えー、こういうまあ一言ですかね、えー。そこはまあ最低限ね、しっかりと書いた上で、あとは認定としましては法令定案違反の検討と、 重大性の要件の検討ということで、ね、2個に分けてまあしっかりと検討していくとおおむねですけれども、ここの法令定案違反の主張も同じですで、ここに関してのところでありますけれども法令定案違反イコール過失ですので、ね、当事者の不満があればこれにのっとって、ね、検討していくというところはまあ最低限かなと思います。はい まあ結論から言えば今回、今回の問題ですね、比較的取りやすかったはずの問題ですのでね、えー、そこのところでちょっとこう取りこぼしたとなると、ややちょっとね、えー、商法で、えー、合否に影響が出てくる可能性がね、ちょっとあるのかなという問題ではあるかと思います。さあ一応冒頭のところ、831の1個1号から3号。 プラス2項の裁量規格から2項というの2については828条1項2項の法令定換違反とプラス重大性というね、この2つをまあ検討するんだろうなという予測を立てながら、まあ、事実の分析ですね、これをしていければいいかなと思います。はい、問題1番のところから、まあ、事実整理、軽くしていきますと、校舎 の問題で、えー、公開会社というね、こういう事実が書いてます。ただ上場はしてませんというね、えー、こんな、まあ一応会社であります。はい、えー、発行済み総数、えー、は1万株。まあ、発行可能は2万ですけども、発行済みは一応1万株と。で、その株主の構成はまだ書いてませんけれども、一応期間構成が書いてまして、大トリが A の取締役が b, c, というね、そんな感じでしょうか。で、なおかつ4条目、株式会社公社の定款には、代理人資格、これを株主に限るまでの定め、それから取締役の人数3人とする定めがあるというね、そんな風になってまして、あーというね、もう有名なお話ですね。3条目の4条目か、この定款からして、株主資格、制限、 310条絡みのお話が来るかなはい。この辺の、えっ、ー、と、条文に関する情報は、どんどん一番、問題文に書き込んでいただいて結構かなというところでね、えー、一応、条文に関する情報は、どんどん書き出してね、えー、後の検討でうまく組み立てをするというね、えー、そういう素材にしていってください。はい。それから、取締役会でありながら、員数3名というね、これ結構、ま、本件で使うかどうかは別として、一人でも取締役が書けると、 権利義務取締役という話ね、これが関わってくると、人数3人というね、これ、最低人数です。なので、取締役の数が2になったりすると、ちょっとやばいというね、こういうふうになってくるような会社ではあります。まあ、一応、最低限の情報としましてね、定換、それの情報整理をしておきます。 はい。続けて2番のところを見ると、えー、おつえー、1台で財,財を築いたデーが、えー、その資産管理のために、えー、作った会社であるということで、まあ、おつの話が出てきます。で、えー、全部の株を有するデー。これが唯一の取締役。はい。取締役唯一ってことは取締役会非設置ですので、非公開会社であることも確定ですね。 この辺りの条文操作大丈夫でしょうかね。えー、一応予備試験では過去に何回か出てるかなと思いますが、非取締役設置会社ですね。えー、これは非公開会社になると、はい、えー、327条1項1号やったかな。えー、その予算証に、まあ一応取締役会設置会社は公,公開であれば取締役会設置会社ね。取締役会設置会社。なので取締役会設置ということは、今回のところはまあ非公開であることが確定するというね、えー、こんなところになっていきます。はい。 でその会社が、はい、唯一の従業員として、E、これがいるんですけれども、えー、E4 職務内容は合たら決算権の書類制理のみであり、それ以外にえ勤務の実態なしと、はい、勤務実態なしということで、まあ、なかなかにね、えー 名前だけ従業員置いてる幼虫ね。えそういう感じです。しかも唯一の子供ね。唯一の従業員としての子供ということで。まあほとんどまあデの移行で何とでもなる会社というね。そんな感じなのかなと思われます。はい。その会社が一応会社として、はい。結構な割合ですね。1000株持っております。10%ですね。10%持ってまして。で、その投資者の方は、 後者の業績と会社の経営方針に不満を抱いてて、お社を代表して大統領 A に経営に関して意見を繰り返し、でもお社が串出ししてくるのを心よくないということで無視してきたというね。そういうことで、まあ一応お社と A ですね。この関係は敵対関係というね、そういうところがわかります。はい、敵対的というね、こういう状態です。すみません、もう少しきれいに書きます。 的そういう感じの、まあ、一応間柄と思ってください。はい、その後で、では自らの意見、これを反映させるために、令和5年の4月ですね、令和5年4月10日に、おすしを代表して、えー 大取り A に対して、後者の株の総会において、人気満了する B、取締役に参入するのではなく、えー、落ちたの推薦する F、これを選任するまでの議案の要領、これを招集通知に記載することを請求した。はい。えー、これ一応条文の話としては、305条1項の請求ですよね。これも条文番号パッと出てくるか出てこないかでも、当案構成のスピードが全然変わってきますね。はい。えー、305条1項の一応請求です。で、えー、ところが、後者の利益にならないということで、無視というね。 おいおいおいという感じでしたね。はい。容量の通知請求は、これは、ここで確認してもいいかなと思いますけれども、305条の1個、えー、株主取締役に対して、送還の日の8週間前までに、8週間はおそらく、ねえー、一応、まだ大丈夫なのかなと思われますが、送関の日が6月12日に発送してますんで、6月29、8週間余裕であるかなと思うんですが、 はい、前までに相関目的事項につき、当該株主が提案し接種をする議案の要領を株主に通知すること、で各国2992 5 3項の通知する場合によっては、その通知に記載記録することを請求できると。はいということは、要は、招集通知自体にこの株主提案の内容を書いてくれよというふうに言えるのが、この議案の提案権と、まあ、305条の株主提案権というね、こういう話なんですが、それを無視するということは、もう明らかに305条1項違反ですね、これがあると。 いうことになってくるかなと思われます。3 0五条の1項ですね。もう過去書きで、えー、今回2992項当たりますんでね。取締役設置会社、書面で通知するというね、えー。そういう条文ですけれども、これ明らかに当たりますんで、おいおいおいというね。えー、そんな話になっています。はい。で、実際5番。6月12日に発送。まあこれ2992項に関する、まあ一応通知でありますけれども。はい。6月29開催予定。 でその際に取締役7名1名の件で、B の取締役記載、これはあったけども、お通社の提案については記載なしと、はい。招集通知に記載なしということも、これは規則に行くまでもなく、305条1項違反ですよね。請求することができる、ね、株主提案権というこの請求権でありますが、これは株主の権利であれば、 会社側の義務でもあるはずでね。なので、そういう意味でこれを書かないのは、これは351個違反であると。まあ、可能であればちょっとその辺のね、一応解釈も入れてもいいかもしれませんが、この株の指定案件についてね、会社側に拒絶権、これはなく、提案があった時にはね、拒絶自由がない限りは記載しなければならないものであると。いうふうにちょっと丁寧に書くとね、よりいいのかなという感じはします。はい。で、そのまま、え今度で、 はい、えー、総会の現場で F、えー、これの総、取締役選任議案ね、これも同義を提出しようと思ったんだけども、自分が行けない。なので、オツの代理人として E を出席させることにした。というね、えー、そういうことで、はい、オツ社代理人で E、そこに持っていこうとしたわけですけれども、まあ、株主の代理人、 そしてのね、え、講師を認めるかどうかと。で、そこに、ああ、定款の問題今回来るな、ということで、定款の影響ですね。そこがどう出てくるか、いうのをね、整理しておかなきゃいけないかなと思われます。はい。その後、6番行くと、E、相関の受付で委任状を提示して、私は従業員です、で代理して出席したいと言ったが、A から代理人出席認められないっていうね、株主以外はダメというふうに言われた。プラス、A は2の事実を知っていたと。はい。いうことで何を知ってたかというと、ここですね。 勤務実態のない従業員ですよというところを知ってたわけでね、代理人いいと、しかも従業員だというふうに言ってきたんだけども、ちょっとこれは違うんじゃねっていうね感じになりそうなところではありますかね。はいえとりあえず従業員だとは言ってます。はい、不実であることは知っています。はい、その後、提示。 総会ですけれども、総会過半数出席の過半数賛成で議案可決というね、そんなところで、これは341条の可決要件は備わっているかなというところになるのかなと思われます、はい。そうすると、不満点2個ですね、適法な代理人であるにもかかわらず、その出席を認めなかった点がまず不満。それから 要領通知ですね。これを請求したにもかかわらず、記載されなかった点が不満というところで、この不満点は2点というね、そういうことになるかなと思われます。そうすると、831条1項の、ま,あ、まずは、招集通知に記載するべき議案の要領、これが記載されていないというね、そこのところがまず1個言えるわけで、1号の中の、招集手続き。 の法令違反としては、これは305条1項と、これが当たるかなと思われます。はい、で、この当費については、具体的な要件検討を入れるという感じでいいかなと思います。305条1項の要件ですね。えー、そこにはまあ書いてある通りですが、8週間前まで。 目的事項につき、ギアの要領を通知すること、請求できる。で、取締役設置会社の場合は100分の1以上の議決権、6ヶ月以上継続保有。まあ、どれも満たしますんでね。351個の要件は充足する。で、 三項、四項、五項のような事情は本件ではありませんのでね。で、そうすると、三百五条一項違反は認められるというねえ、そういうことになってくるかなと思われます。で、今回三百五条一項自体には、特に施工規則の文言が入ってませんのでね、三百五条一項そのものにはね、入ってませんよね、少なくとも。なので、え一応施工規則までの言及というのは、今回の問題ではいらないのかなというね、感じがします。一応ね、招集通知に記載されてないだから、法令違反というね、もう明らかに法令違反なので、特に施工規則までいかなくても大丈夫かなとは思います。 あ,れますはい、あとは、招集手続きじゃなくって、決議方法ですよね、えー、法令違反と、そして代理人による議決権行使を否定したことというね、えー、これをまずは主張するというふうに考えられます。<laughs> はいということで、これらについて、はいえー、一応、要件検討が頭皮のところですね、頭、え、皮、ー、ですね。逃避としてはおそらく 丸と。要件充足になるはずです。350 1項はね。これはなるかなと思われます。で、こちらの方が定款制限の問題。はい。定款制限。有効であるならば、その定款制限の方が有効。というねえ、そういうことになりますので、法令違反なしと。こうなるわけですが、はい。定款制限に関しては、とりあえずね、え原則的に、 株主でないものによるね、議決権の格乱、ね、議事の格乱等を防止するという合理的必要があり、相当程度の制限と言えるならば合,憲で、えー、合法であると。で、えー、本件については、まあ一応趣旨としては議事格乱のね、防止で。相当程度の制限と言えるのであれば合法だと。ただし、効力及ばない場合があるという話でしたね。えー、ここについては、はい、えー、乱の恐れなし。えー、効力及ばずと。 と、はい、ということでまあ一応、原則論を書いた上でですよ、これ例外論です。えー、原則論を書いた上で、ね、えで、ー、原則として有効であるという原則論を踏まえた上で、格乱の恐それがなし。で、あるならば効力を及ばないというね、えー、そういう話をまあ定款の、えー、法令違反か、決議方法の法令違反の頭皮の中でね、論じていくような感じになってきます。で、プラスアルファ。はい、えー、この <laughs> 効力を呼ばないと言えるかどうかで、今回は事情がたくさん上がってますんで、両方向ちゃんと拾っていってください。えー、確かに、従業員い、e、い。で、かつ、代表者の子供いいと。こういうところでね、このあたりは、肯定方向といいますか、特に、まあ、株主の親族であるというところからすると、特段、その、 議事を拡乱するとかね、えー、そういったところいうのはまあなかったかなという、ねえー、感じはしてきますけれども、他方で、従業員でいいであるところについては、これは不実ですと、ほぼ決算期以外は勤務実態のない,いいなので、従業員であるという点については不実ですよ、で、なおかつ子供いい E、まあ、ここは確かにそうなのかもしれませんけれども、親族だ、はいえー、親族だと言っても、 おすじゃこれまで、まあ、提案多数、まあ、ここをどっちの方向で使うかは、まあ、どちらも考えられるところでありますので、まあ、ここについては別にここじゃなくてね中立のところで書いてもらっても結構でしょうかね。おすじゃこれまで株主提案としては多数してきた、そうは今の,の適法な、まあね、この株主提案であるならばこれをもって疑似拡大の恐れありとは言えないという,ふう,に言うことはできますね。 これまでにたくさんの株の視点をしてきたというだけではね、えー、不当に議事をか乱するとまでは言えないと、そういう評価もできるでしょう。お通者の訴えが、後者にとってうざいというのは間違いないですよ、後者にとってうざいというのはそうかもしれませんけれども、後、え、者、ー、にとってうざいからといって、そうから言っても議事かく乱の恐れとまで言えるかというと、そこまではちょっと言いにくい。はい、あとプラス、本物の児童として挙がっているのは、同、えー、義の予定ですね。 道義提出予定というのが上がってますけれども、これも株主としての提案権があるわけでね、株主提案権の行使として、特段おかしなその方向といいますかね、方式ではなく、 これも疑似か乱の恐れというふうに基礎づけることにもできないというふうに言うことができると思います。はい。そういった意味で、えー、定款の効力及ばないという方向も十分考えれるね、えー、一応答えかなというふうには思います。まあ、どっちにせよね、えー、従業員であるというところは確かに不実です。しかしながら子供である。まあ、あのー、 反社会的勢力の、ね、関係者とかいうふうな事情も特になく、でこれまで低半多数してきている道義も提出予定とはいえども、いずれも、ね、適法になしているものであって、それをもって議事拡覧の恐れありとは言えないとかね、そういうふうに言うことは十分できると思います。はい。反対方向としてまた他に行くとしたら、えー、プラスですね、ノット専門家。これは反対方向に振ることはできるかと思います。 反対方向というのは、定款の効力、えー、これをですね、及ぼすべきと。 疑似拡乱の恐れあるものというね、その事情として肯定することはまああり得るところだと思いますので、まあこのあたりを総合的に一応評価して当てはめというね、それが求められるのかなという感じはします。はい。これらを踏まえてまず法令定款違反、法令違反があるかどうか。まああるとした方が僕はいいような気はするんですけどもね、310条違反あり、それから305条違反がありと。で、これらを前提に、じゃあ次裁量規格の有無ということで、これらについて、 一応、違反の事実が重大にはなりうるところでしょうかね、えー、10分の1、1割の株主ですよね、えー、1割もの議決権を持っている人による、まあ、提案でもありで、なおかつですね、えー、代理人による議決権行使であるので、従って決議に与える影響というのは、まあ、無視できないというね、えー、そういうものになるはずです。で、プラス、違反の事実重大、決議に影響も、まあ、ありえるね、えー、株主提案があることを知れば、 賛成から反対になびく人も十分予想されるとかね。そう考えると、まあ、裁量規格のもう一個の要件、ねえー、こちらの方も、まあ、えー、裁量規格を認める要件やね、えー、違反の事実が重大、決議に影響、どちらもね、ないとは言えないという方向になるんじゃないかなと思われます。はい。これらを踏まえて、あとは8312項ですね。まあ、二つとも一応入れておくといいかなと思います。重大と言えるかどうか。で、決議に影響するかどうか。 この辺りについては、どちらも重大とではないとは言えないかな。あと影響ないとは言えない。まあそういう方向でね、書くことになるのかなと思われます。まあ僕的にはこれ結論的には、定決議取り消しの訴えを認めるというね、そういう方向でやっていいかなというふうには思っているところではあります。はい。で、この問題は基本的な事例問題でありまして、差をつけられたくない部分でありますね。最低限としてはこれらの 招集手続きの法令違反、決議方法の法令違反、これを踏まえて、えー、その党費、要件検討しているから、定款制限の判例の原則論を踏まえて、一応規範立てて当てはめしていると、これ、最低限と、こういう感じでしょうね。でそこからプラスアルファで、えー、上に行こうと思うと、おそらくですが、この例外事情について、ある程度どこまで深くかけたかというところになると思います。本文では複数の事情がまあ,あるのと、えー、複数の視点が出てくるんでね。えー従業員だ 子供であるぞ、でも不実だぞ、不実の従業員だぞってね、えー、プラスこれまで提案多数してる、で、同義も多数出そうとしてる、で、プラス専門家じゃないというね、これ辺を総合的に見て、確かにしかしで並べえしてもらったら結構でしょう。はい、えー、そのあたりをね、えー、ご自身の答案でどこまで深く書けたかっていうところはね、再度振り返っておくといいでしょうし、あとは重大性、影響の有無。 決議取り消しの後のの、えー、とりあえずはね、裁量企約の有無かな、そこもしっかりと書いて、なんとか問いの1ですね、これは取り切りたいというね、えー、そういう問題なのかなというふうに思われます。はい、問いの2も同じように、はいえー、やっていきたいと思いますが、問いの2、はい、これもまあできたら取りたいなというね、そんな問題にはなってくるかなと思います。えー、お通社、えー、なんとか他社が買い受けようと思って、保有株式数を増やし、ということで、お通社の後者に対する株式割合が2400、 1> 株1万分のという状態になっていたよと、はい、こんなところであります。はいえー、さらにその後、えー、D は日頃から S 社を代表して、えー、次の総会では、落ち社の、えー、AC の反対、落ち社はか、えー、AC の再任に反対し、対立候補を擁立する、で他にも賛成呼びかける、これ別に株主の提案としてはおかしくはないんでね、えー、とりあえずこれ自体を不当だとかいうふうな評価はしないでください。ただ、日頃から対立しているという事実は客観的に指摘できるかなと思います。 はい。その後、後者の取締役会。まあ、これもちろん公開会社でありましたけども、お菓社が持ち株比率増やし続けるのはけしからんと。で資金需要あるわけじゃないけれども、えー、弊社との関係をということで、これは、資金調達目的ではなく、どうも、お菓社の持ち株比率を薄めるためというふうな推測が十分ね、考えるところではあります。はい。えー、一応話はつけてるよなんてことを言って、第三者割り当て、えー、これで、はい。えー、弊社に対して、 プラス5000株と、これを発行する。かける1株10万円。ということで、5億円ぐらいですかね。これぐらいのまあ一応募集株式の発行ですかね。これをやろうと、第三者割当てでやろうとしております。ところが、この株式を持つと、1000から6000株に増えると。当初は1万株だったものが、 1>, 1万5000分の6000、40%株主になると。他方でおャの方は、1万5000分の2400ということで16、16%かな、16だってるかな、そうですね16%程度の持ち株比率に下がると、はい、いうことがまあ分かるところで、はい、これをやろうとしている。しかも 公正な払い込み金額、これは20万と。ということで、まあ何を欠かさたがってるか、もう明明白々ですよね。有利発行だというところはね、欠かさたがってるなというのはもう明らかかなと思われます。はい。一応公開会社ですので、201条1項で順用するところの有利発行1993項ですね。これについては特別決議。百 ?392 項。5号ですね。 はいこれの特別決議事項のはずですなんですが、はい、今回のところですが取締役全員の賛成により決議というねそういうことになってましておいおいおい有利発行なのに特別決議やってないといいですかねでさらに今回の話はどうも持ち株比率の低下これを狙ってますんで支配権維持目的 こんなのがどうも推認されますね。不公正発行ですよね、これを疑うような事情とで、さらにその後、事前察知を防ぐために、もう防ぐためにというね、わざわざ書いてまして、通知広告なしと。で、払い込みが完了した。 はい。ということで、まあ、これらをどういう風に組み立てするかというところがね、えー、重要なところになるかなと思われます。はい。えー、828条の 一応、無効の訴えなんですけれども、できる限り判例法理に従って、無効が認められやすいね、そういう構成を立てるべきです、この法令違反というね、ここをまあいくつか並べて、それらを合わせて重大だというよりは、無効にするというね、その判例法理があるならば、それにまず、依拠するべきでしょう、で今回の中で、歌詞として一番きらりと光るのは、どれだと思いますか、実はこれですよね。 201 3個通知広告通知広告を書いたそういう募集株式発行については原則としてこれ差し止めのチャンスを奪ったということで重大な法令定会犯にするとただし他に差し止め自由がない場合にはこの限りでないというふうな考え方を取るわけでしてこれが一番重大な違反に近づきやすい、ね、その部分になっていきますなのでこれを軸にした、まあ、立てつけですよねこれをするべきなのかなというふうには思います、はい ということで、まあ、八二八の問題だぞ、ということで、まあ、答案構成としましては、重大な法令定款違反と。 はい。まあ、理由付けもしっかりね、ある程度書いておいてください。まあ、今回公開会社ですので、取引安全の検知と入れても結構ですけれどもね。まあ、ただ、まあ、上場してないので、取引安全の、ま、一応趣旨は実質的にはどうしないかなという気もするんで、まあ、安全策としては法令、えー、法令、法的、安定性かな。法的安定性の確保というね、そういう理由付けで、ま、いいのかなと思います。で、この場合ですね、通知、通知、広告、これを書いているというね、え、これについては、原則として重大な法令定改反と言うべきだと。 カッコ判例。なぜならば、差し止めの機会をこれを奪ったというふうに評価ができるわけでね。そういう意味で非常に大きいと。募集株式についての株主の救済手段は、事前には差し止め、事後には無効の訴え、この二本立てのうちの一本ボキッと折ったわけですからね。なので基本的には重大な違反であるというふうな話になる。ただし他に違反の自由がなければね、この限りでないと。これをベースにすると、まずは今回は201条参考違反と、これがあると。 でプラス、他に差し止め自由ありと。これが、まあ、とりあえず、おつしの主張として考えられるかなというふうに思います。で、他の差し止め自由としては、有利発行であるにもかかわらず、特別席を書いていること。プラス、不公正発行ですよね。 これの自由があると。いうことをまず主張として書いてください。で、あとはその投費ということで要件検討に入ると。はい。有利発行と言えるかどうか。まあ、本件ではそこでしょうね。えー、今回非公開会社の有利発行なので、時価がないのでね。えー、時価がないときどうするかいうと、本、本件では、ま、8番の最終業あたりに、ま、ヒントが書いてますんでね。えー、時価がない場合でも、えー、事業財産の状況に鑑み、 公正な払い込み金額、これを参考に決定するべきとか、適当にね、でっち上げて判断基準を作ることができますんでね。それを踏まえると、本家で20万なのに10万円でやってる点で、特に有利な金額と言うべきだと。いいですかね。えー、ここ、時価がない公開会社ですけどね。今回、公開会社ですが、上場してないので、時価は判然としないと。しかしながら、今回問題文の事実で8番書いてますんでね。えー、ここのところは、8番の最終業、 僕だったらそれを使いますね。時価でやるのが原則だけども、時価がない場合については、公正な払い込み金額を参考に決定するべきぐらいは書くことはできると思うんで、問題文からもね。で、それに照らすと20万であるところ、本務券では10万円で発行しているという点で、特に有利な発行と言えると。従って特別決議違反があると。で、これは差し止め自由に当たる。で、プラス、 はい。不公正発行のところで、まあ、ここは皆さん有名な話でありまして、主要目的ルールですね。えー、ここに、まあ、よることになりますが、はい。えー、決して、不公正発行とは、主要目的が確か,か、しかかと書かないようにね。これ書いたら、おそらく印象悪いでしょうね。えー、不公正発行とは、不当な目的を達成する手段としての発行を言う。こちらが正しい定義と思われます。で、その、主要、えー、不当な目的を達成する。 手段と言えるかどうかについては、主要目的で判断するというところでね、ちょっと一段階かましたね、え、規範を立ててるかどうかも、ちょっと差のつけ所になるのかなと思われます。はい。まあ一応最低限は本件では828を検討してて、2011項、それから、有利発行。 構成発行全部についての一定の、ね、基準があること一定の記述があれば一応の数字はおそらくつくとは思います3つ揃ってね,ね3つ揃って一応の数字は最低限つくと思いますが本件での、まあ、そこで一応の数字に止まっちゃもったいないね、えー、中身としまして201条参考違反をベースに組み立てするでプラス有利発行かどうかについて問題文の事実を拾う。 不公正発行がいえるかどうかについて、主要目的ルールの前提で、えちゃんと不当な目的達成する手段としての発行を言うと断った上で、主要目的ルールに入ると。で、本件では主要目的からして、もし株比率の低下ですね、これを認識しつつやった、これにあたるので、主要目的はもし株比率の低下と言える。まあ、にも本件では特に資金需要あるわけではないというね、会社も認めてる通りではあるので、まあ、そこも一応言及すると、まあ、 良好にはかなり近づいていくのかなという感じはします。はい。まあ、ホームランを狙うことはあまりしないでいいかなと思いますけれども、え少なくとも、まあ、ロングヒットじゃないけどね、えツーベースぐらい打ちたいなというね、えー、そんな感じの結構ね、いい問題ではありますが、まあ、取れるかどうかですね、えー、ちゃんとやっぱりね、不満から入り、それを構成するというね、その意識と、当事者ならば勝つために主張するので、有利な判例があればそれに依拠するはずです。で、本件で依拠するべき判例は、 差し止め自由で通知広告書く場合には原則として無効自由に当たるというねこの判例使わない手はないかなということでそれに意気してね実際に組み立てするといいのかなと思われますはいまあおそらく要素としては多くの方書いてるので多くの方が一応の水準まあいわゆる4割ラインねそこには載ってるだろうとは思うんですけれども、ね、そこから先どこまで伸びるかっていうのはねこのあたりのまあ丁寧さ事実をどれだけさ幅広く拾うかとかあるいは両方向拾うかとかあるいは問題文からね書くべきことをある程度言及 いうね拾っていくかまあそこは時の運もね要素もありますのでまあ、そこはもうねあの一応の水準を超えてそうであればまあとりあえず音の字ただまあできたら良好取りたいなというね、えー、そういう問題ではあるのかなというのがこの問題ではありますはい、えー、すいません201条3項4項もやなはい参考、えー、4項も一応指摘ね、えー、することはできるかなとは思われますはいまあそういう意味で一応参考答案になっているところですねほぼ網羅的に欠けてるのかなというねえ感じがしますしまあ 特に、ね、言及する、えー、ダメだとかね、ダメ出しするようなところはないのかなというような参考はなっているかとは思います。はい、えー、次、民訴法入っていきましょうかね。えー、民訴法も 例年に比べると解きやすかったというね、そんな問題だと僕は認識しておりますが、まだただ、まあ一応若干マイナー分野ね、そこになってくるかなということで、そのマイナー分野の知識どこまでね、詰めてたかと、まあ入門なんかではね、私のクラスでは B ランクにね、指定するようなところが今回出てますので、そういう意味では B ランクのところもしっかりやっといてね、というね、そんなところになるのが直前期のね詰めなのかなとは思います。はい、えー法の問題、配点が3対2ですので、まあ前からというね、前にしっかりとね、配点があるので、そこをしっかりと書こうという意識を持ってください。 はいえー、民相、まあ一応頭の使い方としましては、ね、問いに正面から答えるんですが結論を左右する原理原則条文これが何かというところで、ね、しっかりと問題点を築いていくようにしていってください、まあ、結論を左右する原理原則ですねここにまあ着目できるかどうかということでしょうか、はいえー、民相ですが問いの位置が Y は判例を踏まえれば下線部の訴えは却下免れないと主張しているということで、えー、Y はこう言ってます判例これを踏まえると 却下とこう言っとるんですねでこの Y の主張の根拠を明らかにして党費を論じましょうと30点ありますんで4ページ、まあ、全部書くとは限りませんが民葬であれば大体3ページぐらいは書きたいで3ページのうちの、まあ、3分の2ですから5分の3ですので6割、ねえー、2ページ弱 ぐらいまでは埋めたいなというね、そういう内容になるかと思います。はい。問いのに、えー、事例、それから事実に、これを前提に以下の問い、で、和解交渉の際見て通りでありまして、長いなというのにまず気づいたと思います。問いのにね。問いのに、なんかやけに長いなということで、問いを把握するのに時間かかりそう。後に回そう。というね、えー、どうせ後の20点だというところがありますので、とりあえずは本文読んでから最後見ようかなというね、えー、そういう形でもまあいいかなと思います。 意外にちょっと問いが長すぎるんでね先に読むことによるコスパですねそこの効率よりも若干その負担の方が大きいかなということでもう上から行っちゃえというふうにしていいかなと思いますはいただしま問いのには事例プラス事実2という書き方をしてますつまり事実1が省かれてるんですよねから問題文の中の事実1のところですかそこは入れないでくださいというねそういう話です 事実維持のところを言及したらだめよというところがというのにの、まあ、ちょっとした引、ね、っ掛けというか、まあ、気をつけなきゃいけないところかなと思いますさてさて事実関係上からいくと高土地 X の所有、えー、この土地に Y は押す建物を建築でさらにこれを所有していたと。 まあどうも借地かなんかがあるんでしょうかね。で、その Y は建物を3つに分けて、それぞれ ABC に賃貸と、もう便宜上、ちょっと縦に分けておきますけれども、はい、A、ABC に貸してるというね、こういう状態になってます。はい、で、さらに3名は Y の承諾を得て、増改築ですね。 はい、これをしております、まあ、増改築面倒くさいんでらがなで平仮名で書きましたがはい、えー、増改築をしたとでそれらについてはもともとの部分と一体して、えー、利用されており、えー、構造的にも機能的にも独立性を書きそれぞれ不可分の状態にあったとはい、まあ、平たく言えば符号してると思っていただいたら結構ですね、えー、符号してしかも強い符号になっているというねそう思っとおけばいいんじゃないかなと思いますはい で、そのまま、え、X が Y を被告にして、建物収益を土地開けた請求訴訟をこれを起こした。で、一審訴訟の判決を経たというところまでが事実のところになります。はい。事例としましては、X が Y に対して、所有権に基づく宗教請求ですかね。これが任用されたというね、これをベースにして、事実1と。これを見ていきます。 その後見ていくと、控訴心 Y から増改式によって形状自粛しく変更されて、落ちた建物は Y、A ら3人の所有に属するものになっている旨の主張がなされたと。はい。ということで、まあ、んという感じはするんですけどもね。えー、とりあえず著しく変更。で、ABC 所有と。 はいまあ、そんな話を言っておりまして、で真実はそんなことはないと。はい、真実は Y 所有のままと。はい、で、X は増加式で形状変更されており、A ら3人属しているで、Y を所有していないので、Y に対して求めるのは不可能であると誤認したと。まあ、要は、Y に騙されたっいうことね、平たく言えばね、そういうことですね、えー、Y に騙されたと。 で、その後、はいえー、X をすると、訴えに変えて Y の賃借権不存在の確認に変更したと。はい。ですので1、1、訴え、任用。で、Y の陳述を受けて、3番、X、賃、え、借、ー、権不存在確認と。これに、訴えの変更。これをしてます。で、交換的変更ですかね。変えてですから。 交換的変更をしているとはいその後変更後の訴えにつき Y の鎮守借存在しないことを確認する判決ですねこれについて任用判決これを確定させたとところが X は Y はですね実は俺のだよとかね裏切りですよね、えー、そういうことを言いましたのでもう一回 宗教請求の訴えと、はい。これを起こしたということで、ここが河川部の訴えということになっています。はい、ということで、Y さんがこの訴えは却下を免れないという、ね、そんな言い方をおっしておりますけれども、なぜ一応、 前訴判決が確定しておりますけれども、その後の再訴、確定判決の効力で再訴却下というふうになるのは、訴えの利益がない場合でありましてね、本件ではそれじゃないなと、訴えの却下、免れない、そこの理屈、何があるかな、はい、規範力ではない説明としまして、何があるか、で考えると、ここですね。 交換的変更が一審判決の後に行われていると。という感じですよね。交換的変更っちうのは訴え変更をプラス取り下げの要素を含むと。で、取り下げについては一審判決後であれば、再訴禁止項が来ると。 でその再訴禁止の要件を満たす。ということで、訴え却下は免れないと、こういう主張をしているのかなと、こんなふうに理解が可能かなと思います。はい、なので、一応、Y の主張の根拠としましては、要はこれは、訴えの交換的変更は取り下げ,であ取り下げの要素を含むと。 で取り下げ後の再送は同一の訴えは再え、ね、することはできないと。なので、訴え客観なのと、まずはここが言いたいことなんだろうというふうに推測を立ててもらえたらいいかなというふうに思われます。はい、ということで、同一の訴えの再訴禁止法ですね、えー、そこをまあ主張としてはまあ考えていくということ、ね、なのかなと思われます。はい、ということで、えー、まずはここですね、これの頭皮。 はい。取り下げに当たるというのは、これは確かにそうかもしれませんが、えー、最初禁止の同一の訴えですね。えー、これについての、まあ一応お話としては、はい。同一の訴えの基準、自説がしっかりあるかどうか、ということで、まあ判例上ですね、えー、同一の訴えに当たるかどうかについては、当事者と訴訟物の同一性だけではなく、プラス訴えの利益の同一性、そこまでまあ必要とされているというところになるのかなと思われます。はい。 とということで、まあ、同一の訴えというね、これの解釈のお話、訴えの利益の同一性、そこまで、ね、一応当てはめすることが必要なのかなと思われるかなと思います。はい、一応、これね、解釈の趣旨としましては、この262の2項の趣旨ですね、これは、再訴禁止、一審判決後の取り下げについては、ね、裁判所の判断、これを無に着せしめたということに対する制裁。他方で 訴えの、まあ、裁判をする権利ですね、えー、これを害しないようにという調整からね、訴えの利益の必要同一性まで要求するというふうに、ね、考えていくことになってくるでしょうか。はい。で、訴えの利益、前祖と後訴で同じかと言われると、ちょっと違うと。訴えを必要とした事情は、前訴においては、これは Y が、まあ、おそらく不法に占拠しているというね、えー、それを、まあ、理由として出したものでありますが、後訴の方は、これは、 Y の主張がが嘘であることが判明したいいですか、ねえー、A の所有であるよというね、えー、そこをまあ Y の言い分から誤認した X が実はその、ねえー、言い分が誤りだったということが判明したために起こそうとしているということで訴えを必要とする事情が全然違うというところで、ね、同一の訴えに当たらないと。 一応、そんな主張というか、逃避ですね、えー、これがまあ一応可能になってくるかなという、ねえー、ところではあります。はい、でまあ反論の逃避というわけじゃないので、ね、えー、この主張の党費、まあ、Y がどういうふうな理屈で言っているかという、ねえー、ところにまあ一応焦点を当てることになりますので、まあ、ここ、実は方法,と方法だけ考えると、他の方法も実はありえます。何かとと言いますと訴え取り下げが 刑事上、罰すべき行為によってなされたものということで、売ったの取り下げそのものを意思表示の可視を理由に取り下げると、そうすると売ったの取り下げ、まあ、要は売った交換的変更そのものをまあ一応撤回するみたいなね、そういう話がまあ,あり得るんですけれども、本件では、再捜までしてますんでね。 まあ再訴してるんで、まあ、そこの、ね、訴え取り下げそのものが効力を失っているので、再訴禁止効がかからないというふうに、主張として持っていければね、えー、これはまあ確かになり得るな、なり得るね、首相にはなりますけれども、はい、一応、ここについては、まあ、余力があればという感じでしょうかね、ちょっと別解になるかなという感じはするんですけれども、まあ、別解ないしは、加点、えー、訴えの取り下げそのものを撤回と。 これあり得ると思うんでですよでまあ、一応、訴えの取り下げなどの訴訟行為に、えー、司法上のその錯誤取り消しなどの司法規定が類推できるガイと原則類推できないけれどもその後に手続き積み重ねないものについては取り下げ可能とで訴え取り下げについては取り下げた部分についてはね再度積み重ねることはないので一応これは取り下げ 民法の使用の規定で隆盛することは可能ということもできるし、まあ、判例法理でいけば刑事上、罰すべき行為による場合には撤回できるという判例がありますのでそれに依拠して今回刑事上、罰すべき詐欺的な行為ですよねこれによる訴え率の取り下げだったので訴え取り下げを撤回する撤回すればどうなるかというとこれは最訴禁止法がかからないという、ね、そういう反論に結びつくことができます。 だからまあこれもまあ加点としては書いてもいいのかなどうなのかなっていうね感じがするところではありますがまあちょっと余裕があればという感じでしょうかねちょっとここのところについては後ろの問いの2次第ですねえ問いの1でまあそこまで書いてしまうと答案の分量を食ってしまうという可能性もあるのでえそこはまあ仮点として取り下げそのものの撤回というねえこれもちょっと考えるところではあるのかなというふうには思っておりますはい ま、取り下げ撤回も一応あげてもいいかなっていうね、どうかな。まあ、残りの時間と、それからスペースの残りですね。えー、それとの相談どころという感じに僕はするかなと思います。はい。えー、続けて問いの2関係ですね。えー、これもちょっとややマイナーなところではありますが、はい。えー、一応事実1とは別個なので、事実にこれに着目すると、 はい。えー、一審後、かねてから落つ建物危険宅として利用していきたいと考えた第三者で、Y に対して和解整理スナなどして利用できる状態になれば借り受けたいというふうなことを言い出したと。はい。まあ一応現状では X の土地の上に、まあ Y の建物が建ってると。で、そこを D に貸すかどうかというね、えー、この話です。で、Y としては D に対して建物を貸したいと考えてたので、控訴審で和解の申し出と。 まあ、この和解申しで、えー、カッコの A、えー、XY、高所有、おス所有、えー、これを確認する。で、X が Y に賃貸することなどの和解案。で、和解案通りで成立したというね、えー、そういうことで、はい、和解内容としましては、XY 間の、都地賃貸借というね、こういう和解が成立してます。で、A らは退去し、Y はその後、貸したというね、えー、そんな話になっています。 さあこれを前提にその後問い和解交渉の際 Y は X に対し賃貸して生計立てていたが現在居住する建物を壊されるなので自ら建物を利用したいので和解に応じてほしいとの虚偽の説明でそれを説明やもをえないということで和解に応じることにしたとまたかとで X 誤解して和解と。 こうなっています、はい、ところで、えー、成立後嘘であることを知ったと、はい、こうなったときに X、第一審では捜査しており控訴審そのまま継続していれば捜査したと考えているで X、ャ者側にとしては明け渡しを求めたいでこ,のようなこのような場合にどんな訴訟上の手段を取ることができるかと。 X の取り寄る手段。ということで、はい、一心では勝てた、そのまま継続していれば勝てたというふうなところからすると、まずこれ、当事者としてはどうしたいかというと、一心の、あ、一心じゃない、控訴心ですね、先ほどの控訴心、和解前の状態ですけれども、控訴心の 続行申し立てこれをしたいはずですいいですかね。一審では勝てた、控訴審そのまま継続ならば勝訴してたはずなので、なんとか悪役を求めたいということは、これは再審とか別トによることなくと、続行申し立てをしたいと、こういうふうな要望と思われます。そうすると何がネックになるかというと、すでに和解していると。 確定判決と同一の効力これに規範力があるかどうかによって変わってくるとで確定判決と同一の効力に規範力というのをねえ含むかどうかとでこれを仮に含むならば最新によるしかないとかいう考え方につながってくるのでなのでこの規範力のところをね有むあるかどうかを検討しましょうと、まあ、そんな話になってきますかねはい。 えー、ここについての、まあ、一応おすすめの見解としては制限的規範力実体法上の えー、意思表示の可視これがあるときには規範力は生じないと考えると、まず原則として和解、えー、確定判決同一の効力なので、規範力は含むと考えざるを得ないと、しかしながら、当事者の意思表示の可視これがある場合にまでね、和解の拘束力をまあ認める必要はないということからね、意思表示の可視これがある場合については、規範力が制限されると、で本件ではまあ一応、可視ありと、で、制限と。 まあこんな風な理屈がまずね、立っていくかなというふうに思われます。で、ここまで考えてくると、ちょっと問いのうちとの整合性、問いの位置との似た問題という問題の要素に気づきますよね。相手の詐欺的行為による、まあ要は取り下げないしは和解。こういう訴訟行為なわけですね。 民法の意思表示規定を類推するべきかどうかの問題、やっぱり触れといた方がいいかなという感じがしてくるので、ね、問いの意思と問いの意に共通の要素なわけですから、なので、民法の意思表示規定を類推するかどうか、そこはできたら、まあ、これ、両方にかかってくるところではあるので、自分の立場を書いてもいいんじゃないかなというね、そんな感じがしてきます。はい。民法規定ですね。えー、民法の96条などを、これを適用できるかどうか。 まあ原則適用しないけれども、訴訟終了行為等、これについては適用するべきだ。なぜならば手続き判定外しないからだと。そういったところを踏まえてね、どちらも書いていただいてもいいかな。で、訴え取り下げについては判例が。 に限定してるけれどもそれによる必要はないとかねえそういうのの自ででで書いいいいいてもららったそそれでいいだろうううと思いますのでまあそういう意味では、これ、加点に自由には必ずなるんじゃないかなという気はします。司法規定のね、累積用の可否という問題については、まあ、書いてもね、いいのかな。両方、問いの1、問いの2の共通の要素なので、まあ、僕だったらどうするかな。問いの1の同一の訴えのところをできるだけ短くしてね、その上でまあ、書くかな。から、問いの2もですね、どう考えても制限的規範力書くだけでは、そんなページ量ね、稼げないというふうにはわかるんで、 なので、まあ一応、思表示の流水の可否ですね、えー、そこは余力、もしあるならば書くというね、えー、そこを選択するのではないかなという感じはします。はい。ということで、まあこの問題ですね、ちょっとどちらも若干マイナー分野からの取材というふうには言うことはできるかなと思うんですけれども、まあ、あの、取りうるというか、要素がひ 比較的分かりやすいね。そんな問題になってますので、まずは、まあ問い主であれば最低限、同一の訴えについての規範を立てて当てはめする。そこはいりますよね。から問いの二に,に関しては制限的規範力に関する、まあ自説と当てはめ。まあそこは最低限かなというふうに思いますが、両方の問題に共通なのは、騙されて訴訟行為をしたというところは共通なのでね、そこに対する規律をどう考えるかっていうところは、まあできたらね、僕だったら触れるかなという感じはするね、ところではあります。はい。まあ、貪欲にとってもいいかな。まあ、万が一ね、そこがね、 点としてな別にこれはも受験生だから気づいてね、気づいたとしてもそれは当然だというふうにね、開き直ってもらったら結構です。まああの2時間とかね3時間、まあ2時間30分というね、その枠内で焦りながら考えてますんで、そんな出題者の考えてる通りにはできない。むしろ自分のできることで点を取るという、この意識の方が大事だと思いますね。そういう意味で、まあできること、書けること、まあこれ聞かれてるだろうなというふうに判断して書く。ね、そこの範囲については、まあ受験生なんでね、やっぱりまあこれ書く べきだなとと思ったことは書かないとじゃないかなと思うのでね、えー、そこをまあ書いたからと責、ね、められるまあ一応、余計だというふうに、ね、言うには本件では情報足りませんのでねなので、まあ、明らかに不要だというもの以外はねちょっと書いておくかなというのはねこれはやむをえないかなという,ふうな感じはしております。はいということでまあ、私の現場での思考としての紹介はこんな感じのところでありますけれどもまああのー、どちらにせよ 入門講座等の基礎的なところから聞かれてるというね、えー。そういうところはまあ否定できないかなと思いますので。まあもちろんね、えー、今後の受験等をね、考えがたってももちろん、えー、基礎的なところで絶対失点しないというね。でおそらくですが他の科目も今年は同じようなことが言えるかなというね、えー、そういうところはありますので。まあ基礎的なところでしっかり取る。で、そこで、えー、あとね、えー、ちゃんと条文の引用とかを丁寧にするとか、判例への言及を正確にするというね。えー、ここにまあ合否のね、大きな差に最終的にはなってくるのかなという感じはしております。まあ あの決してね、旧司法試験の時代のような変なね、えー、その解釈論が十分展開できるかとか、そんなところでね、点ができるわけじゃないさそうなのでね、なので、そういう意味では、ちゃんと問題文に即して、えー、当事者の主張とかね、えー、それを拾うで、その際、条文と判例にちゃんと意をするというね、えー、ここを大事に今後も勉強してもらえたらというふうに、僕としてはね、思っているところではあります。はい、まあ、そんなところで、今年の予備試験の商法、民ニ法ですね、えー、ちょっと予定した時間、えー、57、えー、分しかまだ経ってませんね、えー、ちょっと1時間まだ経ってませんけれども、えー、とりあえず予定した話はこの なところではあります、まあ、皆さん、ね、またご質問とかありましたら、ね、ライブの方に連絡来てもらえたと思いますし、まあね、これは多分 YouTube で見てる人の方が多いかなと思いますので、ね、その方はぜひ、ね、梅田沖ま本校来ていただいたら、私がお答えさせてもらいますので、まあ、よかったら、ね、また来てもらえたら嬉しいです。はい、ということで、まあ、一応、ね、私からの話については以上になります。ご清聴どうもありがとうございました。